はい、メダ家族ドベス、いつもご視聴誠にありがとうございます。室内飼育について今日はお話ししたいと思います。皆さん結構な数で今年は皆さんやってると思うんですよ。室内飼育、屋内飼育ね。私はどうだろう、グッピーとかね、まあ、熱帯魚とかやってたんで、今何年ぐらいなのか、全部で、ちょっと待ってよ、30年ぐらいになるんだな、熱帯魚始めて30年か、それぐらいなんですけど、初めはもう何にも分かんなくて、まず60センチの水槽を買いました。そこでね、60センチの水槽買ってで水入れるじゃないですか。何にも勉強せずにやったわけです。でフィルターを一応ね、こう見よう見まねで買って設置して回すじゃないですか。で水を作ってないんですよ、全然水を作ってない状態でグッピー買ったんですよ。ミックスグッピーだったかなんかね、まあ、今でもあると思うけど、ああいうのホームセンターで全部揃えてで入れたんですよ、ぶち込んじゃったんですよ。そしたらヒレがズタズタになったんですよ、速攻で。もう次の日ぐらいにおかしいことになった。水合わせもしないんですよね。だからね、したのかな、もうちょっとその辺も分かんないですけど、30年ぐらい前、そこでね、これは何かの病気だと、調べたんですよ。したらすぐ目に留まったのがおぐされ病で、これおぐされ病だってなったんですよ。で薬をすぐ買って薬をバッと入れたんですよ。もう全部間違いだらけ、すごいよね、すごいなと思って、今のね、今の自分が見たらおいおいおいって、止めるんだろうけど、自分の父親とかも分かんないし、そういう熱帯魚とか全然分かんないし、チヌは飼ってたことあるんだけど、塩水いつも汲みに行ってたんで、海に毎日ね歩いて5分ぐらいで海だったんで、そこの水をいつも毎日入れてましたけど、フィルターなしで。まあ海水魚はそんな風に飼ってたこともあるんだけど、なんだろう、この熱帯魚ってやつだよね、観賞魚。いやー、これおぐされ病でも何でもなかったっていう、まあ、ペーハーショックですよね。で水ができてない状態で1週間も経ってないんですよね、全然。そんなもう新品の水槽に水は水道水入れて、で一応軽き抜きはしたような気がするんだけど、だけど他の なんだろう、こう動かしてパイロットフィッシュ入れるでもなし、まあそういう感じで殺しちゃったんですけど、まあそっからですね、ちゃんと本を買って、一応熱帯魚の飼育方法の本を買って見ました。すごいな、全然やり方違うじゃんみたいなね。だいたい我慢ができないですよね、水入れちゃったら。水入れちゃったらもう我慢できないから、すぐもう、だって空の水槽1週間も2週間も回してちょっと我慢できないですよね。今でも我慢できないから、今はどうやってるか、新しい水槽を立ち上げるときは、動かしている水槽にスポンジフィルターがついてるんですよ。そのスポンジフィルターの汚れそのままね絞るんですよ、グッと、汚れを入れる。そうすると立ち上がりがめちゃめちゃ早くなる、まあ、そういう感じで今はやってるんですけど、
まあほぼほぼ失敗はないかなっていう、うん、だって初めの頃って本当に何だろう、立ち上げたらなんか白く濁ったことないですか、すぐもうそれで、あ、これ白く濁ったと思って、もうなんか白く濁るのをこう除去する薬っていうか、なんかあるじゃないですか、あんなの入れたりとか、活性炭か、炭ですね、活性炭入れたりとか、いろんなことやったんですよ。爆斑石を入れたりとか、もういろんなことやった、うん、まあ爆斑石はいいと思いますけど、まあまあまあこういろいろやってきて、高校生だったんですけど、当時高校3年ぐらいだったんですけどね、その時にもうお小遣いをみんなもう熱帯魚用品買うんですよ。試してみる、いろんなの買った、本当にもういろんなもの買ったんですよ。でいろんなもの入れてね、試したり、いろんななんか道具買ったり、当時 PSB って書いてあるなんか電球みたいなのに詰めて浮かべてみたり、いろんなことやってましたね。でそっからまあ本とかいろいろねこう見て、それでなんとかかんとかこう買えるようになって、でいろんな種類ね熱帯魚買ったんですけど、いろいろまあ肉食系は買ってないんですけど、大体まあカラシンとかその辺は、まあグッピーが結構長かったかな、国産グッピーは、うん、でまあそういう感じで買ったんですけど、まあやっててもやっぱり調子のいい水槽と調子の悪い水槽っていうのがあって、でこれ何が原因なのかなってこう思うんだけど、今でも、今やっとなんか分かってきたような気がするんですよ。それが水槽って室内で自分の部屋に置いて鑑賞するじゃないですか、横から見てガラス水槽。そうすると当然あの分かります、ガラスを挟んで苔を取る、マジ、あ、何やつ分かるかな、分かる、マジックテープみたいなやつ分かるかなこれ、うん、そんなんでこう綺麗にするわけですよ。本当にねもうすごい綺麗にするわけですよ。まあそれが実は悪かったんじゃないかなって今頃になって、うん、なんとなく分かってきたかなって。それが外で飼う時ってメダカを、水槽を自分は洗わないんですよ。中のあの壁面についた苔もっていうか、こうそんな長いのはもう全開で洗うんだけど、わかります？細かいやつ、まあ苔だな、苔、うん、あれをね洗わないんですよ。全開水はするんだけど、一応そこに今まで使っていた他のね水槽の水を入れる。でしばらくしてから、何日かしてから、フィルターなんかないですからね、それでもメダカ入れる、大丈夫なんですよね。これなんだろうなって、まあ紫外線もかなりのあれあるんですけどね、効果は。やっぱそれと加えて、やっぱりその壁面についた苔にバクテリアがやっぱり付着してるんだなって思うんですよ。で室内で飼ってて難しいのは、スポンジフィルター1個だけとか、そういう場合にガラスがもう綺麗でピカピカ状態、あれ自分の場合は結構調子崩す可能性が高いのかなって思います。はい。で60センチの水槽とか、もうちょっと大きい水槽なんかには、自分の場合はスポンジフィルターをつけて、それでなおかつ外部の
パワーフィルターつけてるんですよ。だから その感じで、しかも水流が強く出ないように、出る方のね、出る方の、給水、注水か、注水の方の細かいパイプに穴が開いてますよね。あそこだけだと水流がちょっと強いんで、先のキャップを取ってそこにもスポンジフィルター差し込んでるんですよ。そうやってるとスポンジフィルターが全部でね、60センチ水槽だけでも4つついてるんですよ。ブリラントフィルター、テトラのスポンジがねついてるんですよ。つけてます。それで全然なんともない、はい、で壁面は、正面だけは一応綺麗なメダカの横の姿を見たいので苔は取ってます、はい。まあ、そんな感じでやってるんで、ほぼ病気は出ない、ほぼっていうかもう全く出ないですね。でスポンジフィルターを掃除するぐらいで、もう大きなゴミも外部フィルターにほぼ入らないんですよ。だから年にね1回ぐらいしかフィルターの中を掃除してないですね。むやみにやっぱりこう掃除しちゃうと、その分バクテリアが流れちゃうんで、ろ過能力がやっぱりね落ちますよね。それが嫌なので、うん、そうしてます。どうでしょう、どうでしょうっていうのもおかしいですけど、まあそういうやり方もあるということで、うん、いろいろね、やっぱスポンジフィルター使ったり、外部な、まあ、フィルター使ったりかけたりね、縁にかけるやつね、タイプもあるし、投げ込むやつもあるし、うん、あとは底面フィルターか、はい、パネルみたいなのね引いて、その上に、ウール引いて、砂引いて、砂利か、砂利引いてとか、そういうエアーリフト式とか、ね、ありますけど、うん、まあ全てこう洗い流すと、バクテリア洗い流すとちょっとまずいよという風な感じです。で自分はそういう風にね、今話ずっとしてきましたけど、そういう飼い方をしています。あとはもう自分で自分のやりたいようにやればいいと思うんですけど、うーん、これはねやっぱり結構時間かかるかもしれない。自分のやり方をこう固定していくにはね、なかなかそこまでたどり着くのがやっぱり1年や2年じゃ多分相当センスがないと無理かも。室内飼育なかなかね、そういう面で難しいんですよ。なんか思ったよりもこう育ってこないかったりとかいろいろしますんでね、また室内飼育のやり方またお話ししますんで、はい、この辺でドロンします。メダ家族どうしたピヨヨン。